こんにちは、サバタニカルチャンネルの谷子です。今回も林原ぼなさんからご提案いただきました。思い出が結びついている植物ということで、いつもありがとうございます。サバタニカルチャンネルは皆さんのおかげでできています。思い出が結びついている植物、もうなんて素敵な言葉でしょうか。そして我が家の植物、すべて思い出があります。イベントやお店へ欲しい株を決めて見つけに行ったり、決めずにビビッとくる株を見つけたり、一株一株のストーリーはすべて覚えています。すべて語るのは時間が必要ですので、今回はその一株から始まり、集めるきっかけとなったストーリー、題してお気に入りサボテン5足です。いつも動画をご覧くださっている皆さんは、あの族でしょうと分かっていただいていると思いますが、そうです、あの族たちです。発表します。コピアポア族、アストロフィスム族、ユーベルマニア族、ギムロカリキウム族、アリオカルプス族です。それではこちらに並んでいます。コピアポア族から。コピアポア族を集めるきっかけとなりました、始まりの一株、こちらです。コピアポアのカルデラナですね。コピアポア族といったらサボサボストアさんですね。オープンした時に行きまして出会えました。初めて見た時は衝撃でしたね。幼少期から見ていたサボテンはやはり普及種だったんですよね。九州のやっぱりサボテンを育てていたので、もうコピアポア族を見た時に、もうこのトゲと肌の色ですね、もう本当にこんなかっこいいサボテンがいるんだと思って、もうここから始まりましたね。コピアポア族に関しては種ではなくもう族で好きなので、もうコピアポア族だったらもう全て好きですね。今後はですね、グリセオビオラセアと出会いたいなと思っています。カルデラナもちょっと伸びてしまったんですが、また上の方がふっくらしてきてくれてるので、黒トゲもボーボーでめっちゃかっこいいです。コピアポア族は集めるきっかけとなった始まりの一株、カルデラナでした。続いてはアストロフィツム族ですね。こちらの画像のアストロフィツムアステリアスカブトマルですね。6年前ですね、レディーバードさんから迎えました。こちらのカブトマルを見た瞬間、トゲがないサボテンって存在するんだと衝撃を受けまして、この株から集めるきっかけとなりました。お伝えしていなかったんですけれども、残念なことにですね、昨年の夏頃から調子が悪くなってきてまして、昨年12月にお星様となりました。根っこの状態を見ても、新しい根っこが生えてないぐらいで、キュッとしぼんでしまいまして、本当に悔しいですね。こちらが始まりの兜です。そして兜丸の次にですね、こちらのスーパー兜。兜もいろんな兜がいるんだなって見始めて、どんどん集
める欲が湧いてしまいましたね。こちらは五反田 TOC でグランカクタスさんから迎えました。5年くらいの付き合いですね。ちょっと円柱状になってますが大切な株です。始まりの株との次に古い株ですね。一つ一つ違う顔なのでもう無限に集めますね。こんな真っ白な可愛いですね。こちらも年末に角田広瀬さんからこの未生ですね、ちっちゃい兜を迎えまして、ここまで大きく育てられるってすごいですよね。アストロフィツム族はほとんどアステリアスなんですけれども、こちらのアストロフィツム族のミリオスティグマ、卵胞玉ですね。育てるのは簡単というふうに言われてるんですけれども、多肉はですね結構別れがありました。卵胞玉についてはちょっとまだまだですが、これからですね勉強して増やしていくんではないかなと思っております。アストロフィツム族でした。続いてはユーベルマニア族です。集めるきっかけとなった一株はこちらです。ちょっとダルマ型っぽくなったんですが、グランカクタスさんに行った時にですね、入り口付近にカゴに並んでいました。こんなウニみたいなサボテンもいるんだと即手に取っていましたね。ユーベルマニア族はですねこのペクチニフィラオンリーで集めています。とウニみたいですよね。こちらはカクタスヒロシさんから迎えました。この均等な、なんですかね、両とアレオレトゲも可愛いんですよ。こちらも細谷造園さんに行った時ですね、斑入りのペクチニフィラです。こちらももう拳ぐらいのもっと大きいですね大きさで、サボサボストアさんから迎えたこちら継ぎ下ろしですね。この株と一番付き合いが長くペクチニフィラの魅力を教えてくれた大事な始まりの株です。続きましてギムノカリキウム族です。ギムノカリキウム族を集めるきっかけとなった最初の株はサボサボストアさんから迎えましたフリードリッヒ LB2178 です。ギムノカリキウム族は種は結構バラバラなんですけれども、ギムノカリキウム族が好きなんですよね。お店に行くとパッと見た時に名前を見ずにまず見た目で、あ、かっこいいって思う株がギムノカリキウム属であることが多いですね。こちらは新天地錦ですね。こちらは新天地錦です。最初はギムノカリキウム属だとは思わなかったんですけれども、調べたら
キムノカリキウム属だったんですよね。結構トゲが鋭いイメージだったんですけれども、こういう優しい感じの株もいるんですね。キムノカリキウム属でした。最後はですね、アリオカルプス属です。集めるきっかけとなった最初の株は双葉園さんから迎えましたタマボタンです。手のひらぐらい、ボタン系はお店に行くとよく見かけていたんですけれども、ボタンに興味を持ってしまったらもう最後だねと、もう危険だねという話をしてたんですけれども、迎えてしまいましたね。こちらもトゲのないサボテンですね。アリオカルプス属もこの種とは決めておらず、本当にいろんな種類がいますね。コクボタンやヒメボタン、花ボタン、ゴジラにセージボタン、カリフラワー、こう玉ボタンで大きい株あと2株いたんですけれども、ちょっとお星様になってしまいまして、やっぱりこう小さい株より大きい株の方が育てるのが難しいなと思いました。アリオカルプス属は成長が遅いですね。こちらの株は、最初の方に出した動画でアリオカルプス属編っていうのがあるんですけれども、そちらで10年後楽しみにしていてくださいと言っていた株です。あと8年ですね。立派に育てていきたいと思います。やはり接ぎ木が成長早いですね。3年前ぐらいに迎えてもう2倍ぐらいの大きさになっています。アリオカルプス属を集めるきっかけとなった株でした。お気に入りサボテン5属でした。サボテンはいろんな属がいるので本当に楽しいですね。これからも好みのサボテンを見つけていきたいと思います。この度もチャンネルに登録をしてくださった方、登録をし続けてくださっている方、ありがとうございます。チャンネル登録まだの方もぜひチャンネル登録お願いします。寒さが増します。体調に気をつけて植物ライフ楽しんでいきましょう。それでは終わります。最後までご視聴ありがとうございました。